して石川光が入っていますが、その後の変更はどうやらないようです。しかし読売はさすがにディフェンスは本当に安定していますね。そうですね。まだ日本代表、今日も2番をつけましたベテラン36歳の加藤選手が言っていましたが、勝ちたいと思う気持ちが強い方が勝つんだということを話していました。それは間違いありませんね。うまくかわしていった三浦康史、スルーパス、あーっと長谷川蹴ったり通らない。このあたりさすがペレイラ、追っていきましたのが堀池があの位置まで追っていきました。彼もこう攻撃的になりましたね、堀池くん、はい、あーっと選手が一人倒れています。倒れているのが3番の平岡、前半でも少し足を痛めました平岡です。そうですね、前半も北澤君とのこう接触プレーでしたけど、そうでしたね、はい、やはりかなり気合が入っています。おお、トニーニョうまいパスを見せた、センタリング逆サイドはゴールラインを割りました。今トニーニョ面白いパスを見せましたね。それから清子さん、はい、こういうようなややこう膠着状態になりつつあるゲームの時に、はい、セットプレーというのも怖いですね。そうですね、コーナーキック、フリーキック、まあ、それで勝負が決まる時には随分ありますんでね、特に読売が少しこうセットプレーからの失点が多いと、はい、この J リーグ思われますので、そういうところも一つこう鍵になるかもしれませんね。そうですね。12番の変わった石川です。加藤、北澤、前に出しましたラモス、ラモスにマークに行くのが沢登り、戸塚がこの位置にいます。そして石川です。また戸塚にボールが戻ります。ラモスはここでフリーにボールを持った、スルーパス、北澤ですが倒されました。三浦康俊、清子さん、はい、望月コーチがですね、三浦康俊、本当にそのキャプテンシーを褒めてましたね、はい、あの彼は私もユースで実は一緒になったことあるんですね。あ、そうですか、沢登り、今日はこの沢登りがゲームメイクをします。ミランジーナ、長い笛は清水に反則。今みたいにファウルになりましたけどね、はい、今のその攻撃がいいと思いますね、はあ、そのボールに対してもう一人がフォローするというような形で、はい、今みたいな形を清水は作っていたいところでしょうね。そうでしょうね。カズです。カズがご覧のようにハーフウェイラインのすぐ手前まで戻ってきています。柱谷、確かに清水は自分たちがこういうサッカーをやるんだということがはっきりこう陣形見てても現れています。ボールを取った、この後のカウンターアタックですね、トニーニョ、ハンドの反則はない、トニーニョ決まる、菊池が出ました。今のプレーでいいと思いますね。菊池新吉、 J リーグは途中から藤川に代わりまして正ゴールキーパー、ゴールバイスを守っています菊池です。中に入れました。本当にひよこさん、マルコ・アントニオ効いてますね。効いてます。彼真ん中はもう本当に捨てた方がいいですね、ミランジーニャ右に叩いた、またミランジーニャ、戸塚から石川に送りますが、三浦和、そしてまた戸塚、トニーニョが戻っている、戸塚まだキープ、戸塚まだボールをキープ、逆サイドにようやく津波にボールが出ました。あ、これは反則。今ちょっと清水にとってアンラッキーかなっていう感じでしたね、はい、あ、行ったのが向島が行っていました、はい、いいディフェンスしましたけど、そうですね、はい、向島もまあ本来は左サイドの選手ですけども、はい、もう中盤で下がってきてますね。そうですね、あのピンチだと思うと早く彼が反応してですね、よくディフェンスにも回ってますね、はい、さあ立ち上がり間もなく5分になろうとしています。後半ペレイラもパンチ力ありますからね。
ートはダメです。大きく外してしまいました三浦知良です。まあ、今シーズン特にそのダイナスティーカップの前あたりからですね、はい、積極的に最後はシュートで終わるんだということを心がけるように。そうですね、彼の、まあ、今シーズンですね、はい、一番変わったところはそこだと思いますね。昔はもう少しこう見せるフェイントなどは多かったんですが、それが直接攻撃に結びつかなかったようなところがありますよね。もちろんいいものを持ってですね、アシストなんかよくしてましたけどね、しかし今シーズンは本当にゴール前のですね、迫力が増しましたね、はい、裏に通す向島、石川と向島、向島のセンタリングはゴール前誰もいない。これを拾いたい清水です。清水が拾う、フリーキが前に上がる、加藤です。ベテラン36歳、 J リーグでは最年長の加藤。裏に通したがオフサイド、その前にオフサイドです。ギリギリでしたけどね、ちょっと武田君出てたかなっていう、まあ、いい狙いのパスでした。動きもそうでしたけど、はい、ほんのちょっとしたところですね。今今日の先進は塩谷園さんと山田さんです。レフリーが曽川雅弘さん。ミランジーニャ、あー、これも柱谷が消していきました。柱谷は運動量も豊富ですしね、それからのディフェンスもかなりこうアグレッシブなディフェンスしますね、はい、本当読売は助かってますね、助かってますね。読売の場合はトニーニョ、それから山田康俊、堀池が清水に移りましたが、代わっては石川とそれから柱谷あるいはペレイラが入ってきています。武田が、4番の内藤がマークしていました。沢登り、ここはうまく取った向島、あー倒されました。久保田さん、はい、ハーフタイムでの両監督の指示なんですが、はい、まずベルギーのペペ監督はですね、もっと思い切っていこうと、はい、ただミスをしないように最後をきちんとつないでもっとシュートを打っていこうという指示なんですね、はい、でエスパルスのレオン監督なんですが、中盤のラインが下がりすぎてバックラインとくっつきすぎていると。なるほど。で中盤のラインを上げて攻めを厚くしようと、うちのサッカーを続ければ必ず勝てるというふうに言ってますね、はい、それから日本代表のオフト監督にもお話を伺ったんですが、とにかくいいゲーム、そして、エスパルスの方ではマルコ・アントニオ選手、そして読売ベルディの方では柱谷がすごくいいねと、あ、それから特にですね、このお客さん、この応援が本当に素晴らしいというふうに褒めていました。はい、今日のレポーターは池谷アナウンサーです。シュート、ロングシュートはサバノボリ、もう一度トニーニョが上げる。清子さん、はい、今のレポートをお聞きになっていかがですか。まあ、オフト監督がちょうど言いましたけど、やはり2人をちょっと褒めてましたね。それで両監督ですね、はい、ちょっとペペ監督は不満だと思いますね。そうでしょうね、もうちょっとシュート行こうって言うんですけど、真ん中からなかなかシュート打てませんので、ね、やはりオープンから行った方がいい、はい、私はいいと思いますね、はい、それでレオン監督はやはり今バランスが悪いって言ったのは前半の中盤のぐらいのところだと思うんですね。そうでしょうね、今非常にいいバランスしてますんで、非常に満足してるんじゃないですか、レオン監督は。あ、これは後ろから堀池がラモスに対するファールです。こちらがエメルソン・レオン監督、それはないだ、今のはファールじゃないよという表情です。ここは読売としてはいい位置、だいぶ西日も強くなってまいりました国立競技場。まだ両チーム0対0、まもなく後半10分になろうとしているところ。さっき久保田さんも言いましたけど、セットプレーですね、これ、はい、勝負が決勝としたら私なんかそんな気しますね。嫌な位置ですね。そうですね、やや厳しい表情のペペ監督。フリーキックの数は16と14。これはどうやらペレイラが蹴るようです。ペレイラパンチ力ありますんでね。シュートディフェンスに当たった、ラモス、ナイスクリアです。左へ開く、ここに津波がいます。コーナーキックかゴールキックです。コーナーではありません、ゴールキック。あ、微妙なところですね。レフリーでも近くで見てましたんでね、今、はい、
この8番のトニーニョ、今日ですね、この8番のトニーニョも前線での活躍というのは、まあ、役目柄ありませんが、はい、ディフェンスにもよく行ってますね。中盤よくキープしてますね。アントニオが出ました。これボールを動かす内藤、そして沢登り、この辺り沢登りのうまいプレーです。平岡ですが前に出すところ、柱谷、そして北沢、右サイド、戸塚、三浦和義、トニーニョ、三浦、石川に出る、また数です。柱谷から津波、津波さあこの辺りヘディングで後ろにこぼれた、来たぞ、クリアしました、清水よく頑張りましたね。よく頑張りました。今みたいなペースはちょっと読み売りいいですからね。そうですね、今よくディフェンス陣がですね、はい、あの清水の場合頑張りましたね。ああいうようにはゆっくりボールを持っていて、それからスッスッとこう行くのがね、最後のスピード、今北澤君ですね、はい、シュートまで行けなかったのがいいディフェンスにあったからですね、はい、裏に通そうというところ、いいところにボールが出ました。ボール頑張ります内藤。4番の内藤は24歳、東海大一高から中央大学、そして日立。あの4番の内藤も地味なんですけども、彼が実は入ってからですね、ディフェンスラインがものすごく安定したんですよね。安定してますね。はい、カズ、カズもセンタリング、ここはマルコアントニオがいますが、北澤、北澤が浮かした、キーパーキャッチ、キーパーの坂田、178cm、73kg、全日空から移ってきました。まあ、堀池もね話していたんですけども、はい、まあ、自分たちの手でサッカーの歴史の新しい1ページを、鶴が取った、カズ、ロマフがかかしてシュート、カズのゴール、読売ついに均衡を破りました、1対0。清水エスパルス、ディフェンス一瞬の隙を突かれました。緑が揺れます、国立競技場。この大会ついに10得点目。ほんのちょっとした隙ですね。隙でしたね。でもこれ落ち着いてよく決めましたね。非常に難しいシュートだと思いますよ。一旦流れを止めて切り返してのシュート。さあ読売が先制しました。清久保さん、そうですね、これは非常に厳しいかと思いますけどね、清水の場合もカウンターをですね、はい、やはり思い切ったゴールにシュートまでですね結びつけてもらいたいというのは私気持ちですね。そうですね、まあ、これロングスローありますからね、これチャンスですよ清水。マルコアントニオも上がってきている、後ろにこぼれた、後ろをちらっと見た、沢登りのシュートはこれを浮かしてしまいました。この人が沢登り、東海大学出身、日本代表チームのキャプテンです。1対0、ついに均衡が破れました。キャプテンの読売ヴェルディ三浦和義のゴールによりまして1対0、読売が1点リード。後半14分を経過しています。旬の隙なんですよね、隙をつきれましたね。角度もなかったんですけどね、まあ、一番まあ乗ってる男のところに行ってしまったというような感じしますね、あの清水にしたら。設楽梨紗子さんに投げキスを送ってたようですね。そうですか、まあ、余裕がありますね、こう見ていてもですね。まあ、しかし本当に平岡のスローインは、まあ、大したもんですね。すごいですね、彼のすごい、本当大きな武器ですよね。まあ、清水としては、はい、もう今までのようなややカウンター狙いのサッカーということにはこれいかないでしょう。でもですね、まだ時間がありますからね、はい、
陣形を変えるとしてもトップに人間を多くするとしてもですね、はい、残り10分とかですね、はい、そういう形で私はいいと思いますね。あ、そうですか、じゃあまたスタイルとしては今のままでいいと、今のままでやっていったらいいと思いますね。まだ十分時間ありますから。時間はもう十分にありますね、30分近くあります。あまり早すぎてもですね、やはり逆にカウンター食らうというような形にもなりますから、はい、あ、そうですか、はい、清水は今前線に残っているのがミランジーニャと長谷川健太、北沢です。加藤、ミランジーニャがボールを折ります。戸塚、北沢、まだ戻すところ、これをカットされました。三浦康利、トニーニョにボールが出た。いい展開です。武田が左に開く、前に出しましたが内藤倒されました。北沢がフォロー。それから横本さん、はい、トニーニョに対するマークがやはり読売かなりこうきつくなってきてますね。よく分かってますね、誰が中心になってやってるかって読売の特に柱谷君なんかよく分かってますね、はい、逆サイドサイドチェンジしましたがラモスが待っていました。ミランジーニャボールに絡む、沢登り切り返す、中を見た、一人しかいない、沢登り前に送るがヘディングでクリア、これを拾います三浦康利、右サイドですね、吹かしてしまいました。5番の三浦康利です。この三浦も静岡学園高校を卒業した後2年間サントスのジュニオールでプレーをしていました。さっきキャプテンシーがあるという話をしましたけど、はい、非常に私もユースの時代彼と付き合ってですね、ええ、チームを非常に大事にする男ですね。ああ、そうですか、ええ、この弟のカズともサントスのジュニオールで最後2ヶ月ぐらいは一緒にプレーしたそうですね。あ、そうですか、話してましたね、そういうふうに。縦へのフィード、大きくボールを入れていきます。ラモスが取った、右へ叩いて戸塚、中に入れる、あ、内藤、内藤のいいディフェンスです。コーナーキックに逃れました。今裏に通してもよかったですし、右サイドに空いてましたね、空いてましたね、1人走り込んできておりまして、そっちに出してもちょっと面白かったかもしれません。押せ押せの読売、もう一度ラモス、うまいパス、津波が上げまして浮かした、ヘディングで落とす、ちょっと傘にかかってですね、攻め込まれてますね。ここは清熊さん、清水としては本当に耐えなきゃいけない時間帯です ね、 そうですね、もうここで失点するようなことがありますとね、勝負が決してしまいますんでね、はい、予選リーグでは1対0、やはりラモスの得点で、ラモスの得点で1対0で勝っています。ファーポストはこれは直接ゴールラインを割ってしまいました。久保田さん、はい、ベルディのチーム関係者はですね、まあ、1点入れば緊張がほぐれてもっともっと点が入るんではないかという話もしてましたね。あ、そうですか、はい、実は清駒さん、はい、試合前に松木コーチにお話を伺いましたら、先制点をうちが取ったらいけますよとにやっと笑ってましたけど、ね、まあ、自信がありますでしょうね、やはりディフェンスラインがしっかりしているというのでうなずけますね。そ う、 う、はい、そういう首脳陣がですね、やはりコーチ陣が言うのをよくわかりますね。はい、実にいいところにパスを出す武田、勝負に行きましたがゴールラインを割りました。今みたいな形でいいと思いますね、武田君、こう勝負にかあのゴール向かっていくような姿勢ですね、はい、前半は少しこう自分が軸にポストになって、そういうボールをね、ちょっといい仕事をしようなんていう気があったと思いますけど、今みたいにですね、失敗してもいいと思うんですよね、はい、相手のゴールエリア入った時ですね。そうですね、マルコ・アントニオから三浦康俊キャプテンです。そして平岡、三浦へ、逆サイドへはボールが出ない、
大きくクロスのロビングを上げました。161センチの向島が来ました。足を刺した、足を引っ掛けました。サーノボリに対するファール。バルセロナオリンピック、その予選の日本代表のキャプテンを務めました沢登り。ファールを犯しましたのが柱谷です。チップキックで上にふわっと上げてヘディング、トニーニョの頭に合わせようとしましたがダメでした。レオン監督の厳しい表情、ちょっと厳しくなってきましたね、厳しくなってきましたね。今時間が気になってると思いますね。電光掲示板時間の方をちらっと見ました。しかし時間は本当にまだまだ十分あります、十分あります。逆に清駒さん、清水の選手としてはそのこれでという気持ちになっちゃいけません、当たり前ですけどね、もうこれはですね、もう何点取られるのが負けは負けですから、どっかで勝負しなきゃいけないわけですけどね、やはりこの取った後ですね、このこれですね、全員がこう上がるような気持ちを持ってほしいですね。ミランティーニャ、ミランティーニャ勝負に行くか、3人に囲まれた、壊した、もう一度中に入ってくる、ミランティーニャ中に入る、シュートディフェンスに当たりました。やっぱり柱谷行くんですよね、そうですね、今のも柱谷、そしてラモスが戻る。カウンターアタック、読売北沢、グランドの中央、サンバのリズムが流れます国立競技場。この後ですよね、ちょっとイージーなミスしましたからね、読売の場合、はい、この後こう繋げていったら面白いと。あ、いい動きをします。あ、いいパスが出た。向島、マークに行くのが加藤です。後ろ出した、シュート、左足長谷川のシュート、いい感じですね。今今のはいい攻めでした、今みたいな攻めをしてほしいですね。取った後すごい速い攻撃でしたね、うわー、決定的ですが枠に行きませんでした。ちょっと角度がなかった分残念なところありましたけど、はい、狙いはもう最高ですね。最高ですね。長谷川と大江の木、それから堀池というのは清水東高校のサンバガラスと言われましたが、向島と三浦康俊がその時、同じ年齢の静岡学園の主力でした。そういった意味では、本当に年齢的には近いものがあります。清水の選手、トニーニョ、津波得意のタックルに来ましたね。清水の前はチャレンジャーの気持ちでやってると思いますんでね、はい、またこれはたとえ投げるとしてもですね、次の J リーグにつながると思います。シュート、今ミランジーニャの素晴らしいプレー、ちょっとリズムが変わってきましたよ、さっきのプレーで。これは抜いた後のプレーですが、抜くときが素晴らしいプレーを見せました。こうね、角度がない分ですね、菊池君よく反応しましたけど、もう入ってくる角度はあの角度しかなかったですね今。そうですね、これうまい抜き方、さすがですね、この辺りはね。清水のチャンス、高いボール、ファーポスト、マルコヘディング、キーパー弾いた、菊池ナイスパッチングを見せまして、もう一度コーナーキック、マルコ・アントニオのヘディングシュート。アントニオがまた上がっていきます。もう一度ご覧いただきましょう、高いボール、いや今度は低くて速いボールです。盛り返してきましたね、盛り返してきましたね、トニーニョが後ろから押しました。大きく縦一本、さっきのお話の続きになりますけどね、はい、これ負けて、例えば清水が負けたとしてもですね、はい、最後の次の来年のですね J リーグにつながるですね、はい、ものとか今年の天皇杯につながるゲームですね、はい、そういうのをこうやってもらいたいという気がしますね。なるほどね、今、それに近い形になってきましたけど、はい、これは武田のファウルでしょう。
まあ、清水エスパルスの関係者の方もですね、やはりあの読売対清水というカードが J リーグを代表するカードと言われるようになりたいんだと、はい、いうことを言ってましたね、まあ、どのチームも今はチャンピオン読売ですからね、そことそう、まあ、野球でいうとですね、阪神巨人みたいな形でやりたいのは、はい、あのみんな思ってますね。そうでしょうね、読売は昨年の日本リーグ最後の日本リーグ優勝しました。それから JSL カップも優勝しました。それからゼロックスチャンピオンズカップも優勝しました。この J リーグカップに優勝しますと、まあ、4冠達成と。これは一口に4冠って言ってもですね、大変なことですよね。そうですよね。しかも天皇杯は日産に敗れはしましたが準優勝ですからね、はい、実力ナンバーワンの読売、それに挑戦します若いチーム清水エスパルス。北沢、これはホイッスルない、ボールは清水ボール。北沢もよく動きます。そうですね、あんまりあの画面には出てきませんけどね、もう本当に力強いプレーがですね、彼の持ち味ですので。中央のミランジーネ、後ろからようやく上がってくるか。これボールを持ちましたのが向島、向島囲まれる、倒された、ホイッスル。しかしまだゴールまではこれですと、あ、すぐ流しました、すぐ流した、トニーニョ、トニーニョ右へ出します。また中へ入れる、ミランジーニャ、はたいた、三浦康俊、堀池、ミランジーニャ、もう一度堀池、切り返す、中を見る、裏へ出した、長谷川蹴った、シュート、長谷川のシュートはコーナーキック、ディフェンダーに当たりました。さあここでまたマルコ・アントニオが上がってきます。さっき2つともいいコーナーキックだったですから ね、もう必ず、まあ、マルコに合わせると思いますけどね、マルコ・アントニオはファーポストの位置にいます。まあ、あのペレイラがついてますね。足元でヘディングシュート来ました。これを拾ってシュートを打てるか、ディフェンスに当たっている、まだチャンス、まだチャンス。4番の内藤、内藤のファウルです。まあ、そういえば清雲さん、名古屋グランパス8との準決勝は内藤が決めたんですよね。決勝点ね、今日コーナーキックの今みたいなこぼれ球でしたか。そうですね、そういう意味ではセットプレー得意な清水エスパルス。だいぶ日も西に傾きまして、正面スタンドの日差しがグラウンドにせり出してまいりました。国立競技場、カズです。カズ、カズと堀池、カズと堀池、二人マーク、三浦康俊がいった、カズ返した、いやー、この広岡、今清久保さん、人数は読売のが多かったですね。多かったですね、3対2でしたか。これはオブストラクションを取ったでしょう。そしたら梨紗子さんもじっとその数のプレーに食い入るように見つめています。読売チャンス、右へ出した、津波が行くが、これは長谷川がよく戻っていました。三浦康俊、前を見る、ボールを右へ叩いた、さらにスルーパスが通った、向島トラップが失敗。まだしかしチャンス、沢登りです。沢登りと北沢、ボールは三浦へ。清雲さん、動きが激しくなりました ね、 ここでね。石川光、中に入ってくる、ミランジーニャと石川ですが、ここでボールを奪いに行ったミランジーニャ、縦へのパス、長谷川健太、開いて前を見ます、逆サイド、動きがボールの、ちょっと前出してほしかったですね。今堀池が上がっていきました。ふわっとボールを浮かしたトニーのヘディング、中に下ろす、ヘディング、後ろこぼれたか、加藤が必死に追います。ボールは手前側のタッチ、今ペレイラ素晴らしいヘディングしましたね。いや素晴らしい。でもこれロングスローがありますからね、チャンスですよ。はい、もう足がつってますね。清雲さん、はい、両チームの選手の動きはどうですか。もう随分激しくなってきましたけどね、やはりこれ清水が攻めるからですよね。疲れというのはもちろんあると思いますけどね、はい、これはまあ踏ん張りどころ
頑張りどころっていうのをよく知ってますね、お互いの選手。今長谷川とそしてペレイラのヘディングの争いですが、もうペレイラ必死のヘディング、足をつっているのが柱谷ですか。珍しいですね。足をつったんじゃないんですかね。ちょっと分かりませんね。ちょっと心配ですけどね。グラウンドの外に出ました。ここはチャンスです。平岡、彼は足つるなんてことはちょっと信じられませんけどね。清水のチャンス、伸びる、ヘリングこぼれた、これを拾ってシュートに持っていけるか、かわした、誰もいません。読売大きくクリア。三浦康俊、一人選手が倒れています。倒れているのが3番沢登りです。6番の沢登り、向こう島、もう清水チャンスですね。清水チャンス、堀池シュート、浮かせてしまった。堀池シュート浮かしてしまいました。清水エスパルス大いなるチャンスを迎えているところですが、得点を取ることができません。1対0、読売ヴェルディがリードして、後半も32分を経過しました。ちょっと清水下がりすぎですね、ディフェンスラインも含めて。しかもかなり固まっています、ラモスから中に入れた、ゴールキックに変わります。ここで選手が変わります。7番の読売、7番の戸塚に変わりまして、14番の菊原が入ります。それから清水は3番の平岡に変わりまして、14番の青島をどうやら入れようです。ここで勝負をかけますね、青島君センターフォワードの選手ですから。そうですね、14番の青島が入りました。今日は平岡がやはり左から上がるのがあまりありませんでしたね。そうですね、少なかったっていうのと、彼ちょっと怪我もしましたんでね。戸塚に変わりまして菊原が入りました。まあ、これはもう中盤をキープしたいと、読売の狙いは菊原君入れた狙いはそうですね、はい、いよいよ勝負に出ました。清水中に入れる、ヘディングで加藤クリア、沢登り、三浦康俊、そしてこの位置に向島がいます。トニーニョ、沢登りが中央、ヒールパスで通した、三浦康俊上がる、シュートの左に出た、長谷川が中を見る、切り返す、胸で落とした、今大島君ですね、声を出したらよかったですね、後ろにいましたけどね、なおもチャンス、堀池変わった、木原、そして武田です。倒れてノーホイッスル、カズ、ラモス、動きが逆になりまして、向こう側のタッチにボールが出ました。残り手元の時計で10分を切っています。いよいよ清水エスパルス、青島をセンターフォワードバックスに変えて入れまして、勝負に出ました。エメルソン・レオン監督、1対0と読売1点リード。長谷川、あーっと倒れた、これはやりました。今のは清水さん、あそこでワンツーリターンをやっても面白かったですよね。今ちょうど堀池君ですか、はい、はたいて上がってきましたんでね、この後、ここですね、この後ね、ダイレクトで出しても面白かったですね、ダイレクトで出しても面白かったんですが、倒されました長谷川。しかしここは清水チャンスです。清水の粘りというのは大したものです。ヘディング、こぼれたが、これはどちら、コーナーキックか、いや、ゴールキックです。今際どいプレーでしたよ。一人選手が倒れています。ミランジーナとややエキサイティングなシーンがありました。ヘディングするとき顔で、顔、相当こうもつれてると思うんですね、あのラインの中で、肘でやられたというふうに言っています。日本代表チームキャプテンの柱谷、ミランジーニャにどうやら注意を与えたようです。レフリーの曽川さん、初代のカップウィナーに輝くのは読売ヴェルディか、あるいは清水エスパルスか。これを拾ったのは読売、北澤、センタリング、逆サイドのマーク、ヘディング、
福原のヘディング、堀池よく今戻りましたね。堀池がよく戻っていました。これを拾えるか、しかし読売です。あ、拾ってくるか。ボールは手前側のタッチ沿い、北原、北沢です。ゴールキーパーの真田が、真田が出ました。三浦康俊、ボールを浮かせて沢登り、この当たりは沢登り、うまいプレーを見せます。そう、三浦君が左サイドで、あのポジションを変えましたね。そうですね、左のサイドバックの位置に来ましたね。グラウンダーパス取った、センタリング、青島ディフェンスに当たりました。コーナーキック、頭を抱えていますが、コーナーキックは清水。でも清水もよくこう押し込んでますね今、これ本当素晴らしい攻防だと思いますよ。プレイラー中盤でやはり清水がかなりプレッシャーかけてますからね、はい、ゴール前ヘディングでこぼれた、シュート、ポストに当たる、もう一度チャンス、もう一度締めチャンス、センターに投げてヘディングシュート、わずかに外れた。いやー、ノーマークでヘディング、トニーニョ、もう本当ほんの少しですよね。この後これポストですね、最初、ポストに当たってます。これノーマークですよ。このボールも最高だったですね。うわ、ちょっと力が入って、本当隙がないというしかないですね。清水エスパルス決定的な形、しかし得点には結びついていません。手元の時計では39分を回りました。後半も39分を回りまして、1対0、読売が1点リード。三浦和義、和のゴールによりまして、読売が1点リードしています。津波、ボールは清水ボール。そうですね、残り5分ですから、この位置に沢登り、手前側のタッチ、向島一旦後ろに戻します。ボールを前へ前へ通しました。こぼれたところは読売がリバウンド拾った。トニーニョ、ペレイラのクリアキック、もう読売が本当に必死のクリアですから ね、 ね、こちら側に青島、長谷川に出すか、青島一旦後ろに戻します。沢登り、大きくサイドチェンジ、堀池が待っている、津波が行きました。三浦、そして堀池、これを狙っていた、北沢、縦に浮かす、もうカズもここまで引いてですね、まあ、戻ってますけど、非常に素晴らしい攻撃してますね、清水がですね、中央へ入れました。三浦康俊、堀池、マークはラモスか、もうラモスもかなりくたびれてるでしょう。沢登り、菊原と沢登り、待って向島、あー、沢登りにファール、なかなかパスを出すところもないんでしょうが、そうですね、今ちょっとオブストラクション気味に行ってしまいましたけどね、ちょっともったいなかったですね、早めに出しておいたらもっとチャンスが広がりましたね、はい、しかし柱谷、珍しくボールを直接ダイレクトでダッチに出してしまいました。相当締め込まれてですね、きつい状態なのなんじゃないですか今。そうだと思いますね、はい、両チームの選手とももうギリギリのところで戦っています。押しました、あー、押したのは清水か、青島のファール。そうですね、青島ボール見ないで、ペレイラにこうくっつきに行ったもんですからね、それよく、はい、レフリー見てましたね、はい、
読売の応援団はもうほとんど立ち上がっています。手元の時計で42分を過ぎました。三浦ラモス、カズにボールが出る、またラモスですが、これが出てしまった。こういうこと珍しいですからね。珍しいですね。まだあと2分ぐらいありますね。はい、今日はあまりインジュリータイムはありません。この試合うまいヒールパスです。上がっていく、右サイドへ出た、かわしていく、長谷川中へ寄るか、左サイド出てきた、キーパーだな、ちょっと深かった。清水ほんのちょっとですね、パスの角度は難しいか。長谷川健太のパスでした。最後のセンタリングでしたがダメ。押して倒しました、北沢のファール。黄色いユニフォームが上がります。トニーニョ、トニーニョヘディング、後ろこぼれる、リバウンドは向こう側のタッチ、まあ、たらればいけませんが、ここで平岡がいるとまたかなりスローイングをゴール前に送ることができるんですが、その平岡は青島と変わっています。読売はそれでも全選手は引かないで武田は残しています。トニーニョ、津波、引っ張った、三浦康俊ファール。手元の時計で44分、手元の時計で残りあと1分。 J リーグ初の公式戦、 J リーグ山崎ナビスコカップ、初代ウィナーは読売クラブか、清水が果たして同点に追いつくか。グラウンドの色鮮やかな緑の島は国立競技場の庇の影にすっぽりと覆われてしまいました。手前側のタッチ、もう残り時間がありません。ペペ監督が出てかなりエキサイト激高しているような感じであります。トニーニョ、あーと倒した、これはノーホイッスル、ボールがつながる、長谷川、ラモスがボールを追います。ボールは出た、清水ボール、清水ボールのスローイン、向こう島センタリング上げた、ヘディングシュートはどちらだ、どちらだ、ゴールキック、ゴールキック、いいボールがあって、大島君ですか今飛び込んだのは。はい、もう残り時間がありません。手元の時計では45分を経過していきました。今向こう島、大島君ですね、じっくりと時間をかけてボールをセットしました。ゴールキーパーの菊池、磯川さんが早くやると指示を出します。1対0、読売1点リード。ここで試合終了。歴史的な